ということで、まずですね、何をしたらいいかということで観光モニター旅行をですね、起案いたしまして、平成8年から昨年15年までにですね、約13回ほど、それから約200人、延べ200人ほどの方にですね、来ていただきました。どういうところを直したらいいのかなというご意見をいただきながら、それについてもできるものからでございますが、一つ一つ改良していった。でこれはハード面については高山市役所でできます。道路の 改良とかですね。でそれからあとソフト的なものは、福祉課の方で対応しますが、いくら市役所ばっかでやっていてもやはりできませんので、民間の方、例えば宿泊施設、あるいはお土産物屋さん、または、食べ物屋さんですね、そういったところにも声をかけて、できるものから直してくださいよと、受け入れをしてくださいよということをですね、時あるごとにお願いをしまして、それも徐々にですね、改良をしつつあるところでございます。はい。でやはり、まず、住みよい町にすることによって多くの方に来ていただける、したがって高山として、住みよい町は勢い町ということをですね、念頭に置きながら、バリアフリーの町づくりを進めておるわけでございます。
と雰囲気。この部屋はユニバーサルルームと言いますね。障害者に対していろいろな配慮をされていますが、そういうことをされたきっかけを教えてください。高山市が積極的にバリアフリーに取り組んでいる中で、うちのホテルも少しでもバリア時代のニーズにお応えしようと、こういった取り組みをしております。このような老舗に対応した機械をつけられたのは、聞こえない人の意見を聞かれてつけられたのか、そのあたりを教えてください。今まではお客様とコミュニケーションを取るのも、お客様にフロントまでお越しいただいて筆談で答えさせていただいておったんですけれども、こういった機会をお付けすることで少しでもお客様のご不便を取り除けたらと思いまして。本当にこれ便利ですね。本当に便利です。他にももしかしたらいい機会があるかも分かりません。これからもうたくさん聞こえない方がお客さんとして来ると思いますけれども、その時にいろんな要望が出されるかも分かりません。それに応じてさらに良いホテルになっていただけることを期待してますので、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。頑張りたいと思います。バリアフリーに対していろいろ配慮をされているんですね、はい、それとてもいいと思います。グリーンホテルの中には筆談機と筆談機などを見せていただきました。とても良かったと思います、はい。それでもそれで十分とは言えないです、はい。例えば、文字の電話とか、はいはいはい、文字放送デコードとか、はいはい、そういうものがついていればいいと思いますし、はい、また観光のいろんな施設に手話のできる方がいらっしゃるとありがたいなと思っています。聴覚障害者に対する配慮、うん、はい、要望に対してどのような取り組んでいかれるのかということを知りたいと思います。そうですか、はい、分かりました。ご意見をいただきまして、これからはですね、今これでまだ十分ということではございません、住みよい町は勢い町ということで、まあ観光の福祉観光都市ということで、目指しております。でやはり今言われましたようにですね、各宿泊施設等についてはやはり市役所だけではできないことでございますので、その各会合あるごとにですね、どれだけでも一つでも二つでもですね、改善をしていただくように、またお願いをしていきたいと思っております。それから高山市の方でできるものについてもですね、やはり一つ一つですね、また皆さんと相談しながら改善をしてですね、全ての方がですね、心よくと言いますか、楽しんでいただける観光地づくりにしていきたいと思っております。まあ、時間のかかる仕事ですけれども、はい、全ての障害者が来やすい日和町を期待しておりますので、よろしくお願いします、はい、いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。